平野綾が交通事故を起こす。本日、声優の平野綾さんが9月21日に交通事故を起こしていたことが明らかになりました。平野さんが運転する車が赤信号で止まっていた車に追突したとされておりまして、この事故で怪我人は出ていない模様です。こういった 追突事故は気をつけていれば防げる事故であり先日はある芸人がひき逃げ事故を起こして本日起訴されておりましたがこういった交通事故相手がいるということで絶対に防げるものではありませんが多くの事故は防げる事故であります皆様 車を運転する際には、しっかりと注意を払っていただき、ただ注意をしているふりにならないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。